皆さんこんにちは。今日は久しぶりに友達のキキと話しました。今回は2人で日本人が桜を見て感じることについて話しました。皆さんも知ってるかもしれないんですけど、桜は日本人にとってすごく特別な存在です。今日はキキと、なんで桜は日本人にとって特別なのか、日本人にとって桜はどんな存在なのかについて話したいと思います。いいリスニングの練習になったら嬉しいです。 OK、 じゃあ始めましょう。はい、皆さんこんにちは。 Welcome back to my channel。 今日は久しぶりにキキと話したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は初級の人のために動画を撮ってるので、いつもよりゆっくり話します。キキ、最近いろいろ変わったよね。今どこに住んでるんですか？今はカナダのバンクーバーに住んでいます。ねえ、すごい新しい挑戦だね。そう、去年の年末に東京で働いていた会社を辞めて、3ヶ月前にバンクーバーに来ましたって感じ。私、カナダ行ったことないんだけど、うん、どう？バンクーバーどんな感じ？自然がたくさんあって、うん、土地が広いから木がめちゃくちゃ大きいってことに気づいた。そう。え？そうなんだ。多分根っこがたくさん広がるから、木が日本で見ないサイズ。結構高いんだ。めっちゃ高い。なんかやっぱり映画でよく見るこの大きい木があるじゃん。うんうんうん、大きい高い木、あれがたくさんあるっていう感じ で、実際にバンクーバーって結構映画のロケ地とかに使われていたりして、本当になんかダイナミックな自然がありますみたいな場所って感じ、うん、街と自然のバランスが取れているところ、うん、そう、そう思う、うん、今カナダも春だよね、うん、そう、カナダも春、暖かくなってきた、うん、まだ全然寒い。え、そうなんだ。そう、外は日本の冬ぐらいの感じで今も。あ、そうなんだね、うん、じゃああと1ヶ月ぐらいで暖かくなってくるのかな。あと 1,2 ヶ月ぐらいって聞いた。あ、そうなんだ。そう、日本もね、今年3月は結構寒かったんだけど、うん、やっと春が来ました。ニクめっちゃ京都寒い寒いって言ってたよね。本当にそれで、京都本当に寒いんだよね、冬は、ね、そう。で、うん、今年の1月に京都に引っ越してきたから、うん、真冬一番寒い時に引っ越してきたのね、うん、で、この家も結構古いから、うん、最初隙間、窓の枠のところに隙間とかあって、ブルブル震えてた。もう大丈夫。覚えてる。全部隙間も埋めて、もうちょっとマシになった。そう。で、最近ね、春になって、うん、ね、桜が綺麗ですね。本当に。最高。最高だよね。そう。あの京都の鴨川っていう大きい川沿いに結構桜が咲いてて、うんうん、よく散歩しながら桜を見てるんだけど、うん、ね、まあせっかく春になったから、うん、今日はキキと桜の話をしたいなと思っています、うんうんうん、めっちゃいい、うん、ねえ、日本人にとって桜って結構特別なものじゃない？う
なんか桜って何かの始まりとか何かの挑戦みたいなことを象徴するようなイメージが今でもあって、なんかやっぱり桜を見ると、なんだろう、何かが始まったっていう気持ちだったりとか、あとはちょっと不安な気持ちとかっていうのが混ざってたりとかするのをよく思い出す、桜を見ると。わかるわかる、あの、そうだね、子どもの頃から学校が始まるのも4月だし、桜と一緒に学校も会社も始まるから、日本人にとって桜って始まりなんだよね、本当に。そう、始まりのシンボルっていう感じ。わかる、なんかワクワクもするし、さっきキキが言ったみたいに不安な気持ちもあるし、ちょっと、なんだろう、悲しい気持ちにもなる人もいるかもしれない。そうだね。っていうのはなんか卒業、学校を卒業して仲が良かった友達と離れて、新しい仕事とか新しい学校に行くから、いろんな気持ちがあるよね。ね、そう。あと、あの、私一回大阪城で日本人に桜についてのインタビューをしたことがあるんだよね。桜を見た時にどんなことを感じますか、みたいな質問をして回ってたんだけど、その時に、あの、結構たくさんの人が儚さを感じるって言ってて、これは日本人らしいなと思ったんだよね。ちょっと儚いっていう言葉はなかなか海外の方で知ってる人いないと思うから、ちょっと説明した方がいいと思うんだけど、まあ儚いっていうと、なんかこうすぐに消えてしまう、すぐになくなってしまう、っていうこと。だから桜ってね、その春の2週間ぐらい綺麗に咲いてすぐ散っちゃうじゃん、ね、あんなに綺麗なのに、もうちょっと長く続いてほしいなって思うけど、その2週間綺麗に咲いて散るのを見て、桜と自分たちの人生が重なる、同じように見えるっていうのを言ってる人が結構いて、これも面白いなと思った。キキはそういうのを感じたことある？あ、めちゃくちゃ感じるし、やっぱり2週間っていう限られた時間でなんか美しい花を見れるから、だからこの瞬間を大事にしようって思う気持ちもあると同時に、やっぱり、ああ見れなくなるのかみたいな、あともう少しでなくなっちゃうかなとかっていうのをやっぱり考えながら見るっていうのがあるから、だから桜って余計に美しく見えるんじゃないかなって思ったりとか、やっぱ儚いなって感じたりする。そうだよね、あとよく聞くのが、夏の花火とかもめっちゃ綺麗なんだけど、あの消えていく、あの瞬間儚いよね。そう、あれも儚いって言うよね。よくなんか歌の歌詞とかで、あ、花火のように儚いとか、そういう歌詞を結構見たことがあるんだけど、日本人は桜を見た時にそういう始まりとかワクワクだけじゃなくて、人生の儚さとか命の儚さも感じるっていうのは結構面白いなと思う。そうだね、確かに。最近もう、そうだね、桜八分咲きぐらい、
80% ぐらい咲いてるんだけど、うんうん、桜見ながら、あー綺麗だなって思うんだけど、うんうん、これあと何回見れるのかなって思う時もある、うんうん、結構そうやって考えたら80年生きるとしても、うん、80回しか見れないわけじゃん、うんうん、そうやって考えると人生短いから、うん、今を大切にして生きようって思う時もある、うんうん、すごくわかる、うんうん。